はい、どうもこんです。ということで今回はこちらのもがく雪原リアリンを紹介したいと思います。以前からある秋タイプなのですが、なんと海外の地域チャンピオンシップ予選で優勝を果たしたということで、話題となっているデッキですね。ジャパンカップにおいても同秋タイプがトップ8に入っていて、今熱いデッキタイプになっています。今回のリストはスペルには新カードは使われていないのですが、このデッキは情報ランドによって強化されていて、おそらくスタンダードにおいては最も情報ランドの恩恵を受けているデッキですね。一応デッキを知らない方向けに説明をすると、異世界の行使や錠前破りのいたずら屋で、デッキを掘りながらもがく出現を探していって、もがく出現ででかいスペルをリアニメートするというデッキになっています。一見カウンターに弱いようにも見えるのですが、第3の道の創設によってもがく出現を使い回せるので、カウンターだけではなかなか対処が難しいデッキですね。分もあれば3ターン目にアトラクサを出すこともできるので、綺麗に回りさえすればどんなデッキに対しても戦っていけるデッキではありますね。はい。ということで今回も BO3 ランクマッチで収録していますので、実際にどんな感じで回るのか試合の方をどうぞ。さあやっていきます。こちら後手ホル系のスペルはないんですが、情報ランドが2枚あるということで、まあキープはできる、ハンドではあるかなと。まあ情報ランドはね、やっぱりこういうデッキにおいてはまあほぼスペルのようなものなので、さあまずは情報していきましょう。土地は、墓地に落としていく。まあ、ただ1枚ぐらいは、何かしらの、まあ、デッキホル系のカードをね、引いていきたいですね。お、なるほど。相手は、まあ、メタガイデッキですね。スルタイランプですかね。いたずら屋はもらっていきましょう。まあ、本当はね、この情報ランドで、ファイルエクサイの門は落としていきたかったんですが、まあ、引いてしまった分に関しては、まあ、ルーティングとかで、墓地に落としていくことができますね。さあ、キランが出ていく。まあ、キランによって、ドローはされていくという形ではありますね。さて、ちょっとね、墓地に、リアにしたいスペルが何も落ちてないということで、もう一回この、いたずら屋で、何かしらがね、落ちるといいですが、保証。なるほど。ケランとね、この保証は相性がいいですよね。まあ、ケランで殴ることによって、まあ、地図トークンをね、ドローに変えていくこともできるんですが、さあ、ただここは、まあ、地図トークンをそのまま使っていくと。そして、さらにワンドロー。さて、いたずらや、まあ、メインで打っていきましょう。まあ、一応そのカウンターとかが入ってる可能性もあるんで、悪くはないんですが、ちょっとね、リアにしたいスペルが、なかなか墓地に落ちないですね。すでに、まあ、8枚、墓地にパーマネントはあるんですが、まあ、ただ異世界の行使を打つことによって、まあ、おそらく、何かしらは落ちていくんじゃないかなと。さあ、これはもうジャンプしていきましょう。さあ3点入って残り14点まで。まあファイリクシアへの門が墓地に落とせるとまあ一番いいんですが、さあ相手は赤いクカの亀。まあゴルガリミッドレンジにキランを入れて、まあちょっとランプっぽくした感じですかね、これは。さあそして地図トークンは使ってくるのか。まあキランでそのドローに変えてもいいんですが、まあただ地図トークン使えるのであれば不要牌をね、弾けるということで。さあ、アップキープに、行書を打っていきましょう。タイタン、ようやく来ましたね。これも全部落として、もがく出現でタイタンを拾っていきましょう。さて。まあ、タイタンあれば、全然なんとかなる盤面ということで。4-4と縦カウンターでいいかなと。あとは、まあ、このファイモンが、墓地に落とせればっていう感じではあるんですが、墓地に落とすためには、まあ、ルーティングカードか、苦々しい、なんだっけ、黒の2マナの軸ですね。あれを引いていく必要がありますね。まあ、ミッドレンジ相手であれば、ここから、まあ、負けにくいとは思いますが、ただ、でかいですね。これでね、タイタンが3-3になっちゃうんで、
まあライフが持つかという感じではあるんですが、まあとりあえずこれ亀は倒さないといけないんで、まあ舗装と亀をブロックしますかね。9点はまあ仕方ないかなと。さあ2体ブロックして残り5点まで。まあ異世界の業種からアトラクサなんかが落ちるとまあ一番いいのかなと。さあさらに、ああなるほど、タイタンも入ってますね。まあやはりゴルガニミットをややランプっぽくした感じのデッキですね。さあアップキープに、業種を打っていきましょう。お、苦々しい勝利。まあちょっと遅いですが、ただどっちとももらっておいてもいいですね。まあ苦々しい勝利はもう打っていきたいんでドローしていきましょう。でまあミスラランドに、苦々しい勝利打って、でファイルエキシアの門を捨てて、でその次のターンにもがくし出現で、門をリアにするっていう感じになりそうですね。さあ44だけ殴っていきましょう。まあ相手がカウンター持ってたとしてもおそらく大丈夫な、プランではありますね。まあタイタンから出してくれるとまあ一番やりやすいかなと。さあさらに土地置いてから、どうだろうね、タイタンから来るのか、まあもしくはミシェラランドでもう殴っていくのかという形ですね。うん、ミシェラランドプラン。まあ除去が見えてなかったらこれが一番良さそうな動きですね。さあということで、戦闘前ステップに苦々しい勝利を打っていきましょう。まあカウンターがなければいいですが、一応、まだ5マナがある状況ですね。さあ青マナを出していく。何かあるか、ただこれを通っていく。インスタントタイミングで打てるにはないですね。さあということで、まあもう門釣っていっていいですね。その相手に次のターン、タイタンで割られてはしまうんですけど、まあ第3の道の、創設によってもう一回ね出し直すことができるんで全然 OK ですね。さあというかもう残り3点ですからね。まあここは相手、タイタンを出すしかないんですが、タイタンプラスカウンターとかじゃないと多分詰んでるかな。カウンターあってもどうだろう、残り3点ですからね、相当きつい気はしますね。さて、うん、まあタイタン出すしかない状況。ただこれ門を割る余裕があるのかどうか。44プラス5点ゲインでも、44プラス5点ゲイン、うん、じゃないときつそうですが、ただ門が残ったらそれはそれでもう負けるんで、いや、ほぼほぼ積みの状況ですね。うん、門終わって44出してくる。まあこれだと見た目的にはねなんとかなってるんですが、相手これカウンター持っていないので、もう一回門を釣り上げていきましょう。さあもがく出現からここで投了と。随時まあ一応亀と、ミシュラランド落としたいんで喉首は入れていきますか。ただ正直そんなに入れたいカードはなさそうですね。うん、まあこれでいきますか。さあ1本目買って2試合目、まあキープできるハンドですね。いたずらがあって、まあ苦々しい勝利によってまあ、タイタンなりは、落とすことができるということで。さて、こちらも情報から、スタートしていきましょう。まあ、基本的には土地はもう3枚あれば全然十分ですね。さあ、相手も情報ランドからスタートからのまたもや、キランでマナ加速をしていく。まあ、ここも例によってカウンターされる前に、いたずら屋をキャストしていくと。スペルはなし。
ただすでに、5枚パーマネントが落ちているので、まあ、さっきよりもだいぶね早いターンにリアニメートをすることができそうですね。さあキランを、お、なるほど、2枚目。さて、おー、クズ鉄ぐらい。これはね、除去らないと墓地を食べられちゃうんで、まあ除去っていきましょう。まあついでにジンギタクシアスも、落としていきましょう。さて、でも異世界の業種もあるんで、次のターンには大体もう何でもリアニメートはできそうですね。さあ、連7、懐かしの。最近ほんともう見ることなくなりましたよね。一時期はめちゃくちゃ使われてましたが。さあ、これはもう全部、墓地に落としていきましょう。さて、ということで、まあ、門を釣っていきますか。門で相手の、まあ、クリーチャーを対処しながら、で、次のターンにはタイタンも釣っていくことができると。相手も手札が、ゼロなんで。さてさて。まあ、かなりいい、動きですね。おっと、門触ってる？なるほど。さあ、トップで、母星児を引いていると。チョーホランド持ってきましょう。チョーホランドから、さらに、デッキを張ることもできる。鹿は、落としますか。まあ、今欲しいのは、もがく出現か、創設。もしくはギックスの残虐あたりですね。さあ、キランを出してくる。連7はプラス。うん。さて。まあ、アップキープに、行政を打っていきましょう。あー、なるほど。まあ、このターンに、まあ、トップもがく出現はなかなか難しいんで、いたずら屋で掘りながら探していきましょう。さあ、ドローしてからの、まあ、メインで、いたずら屋ですね。おっと、ただスペルは使っていく。うん。まあ、ただこれね、もう6マナあるんで、タイタン素出しプランも全然取れますね。まあ割と何でも受けれるハンドですね。土地でもいいし、残虐でもいいし、もがく出現、創設、まあ何でもいいハンドですね。最低おそらく、はい。もう殴ってくる。まあただこれはチャンプでいいですね。さあ、ケランでドローに、はい、変えていくと。さて。午後は、ジャンプしていきましょう。まあ、ジャンプブロッカーはもう一回出せるということで。さあ、ただ連7で、バカデカトークンが出てきますね。お、さあ、土地が引けたので、ここはもう、タイタン素出しですね。トークンと、手がかりトークンか。手がかりであれば、まあ、割っておいてもいいですが、うん。まあ、縦カウンターはそんなに意味がない盤面かな。相手は、まあ、おそらくまた、ミシェラランドで、タイタンを三々にして殴ってくるという感じかなと。このミシェラランドは意外と、このデッキ、きついですね。まあ、ミシェラランドを、ダブルブロックかな、これは。まあ、ミシェラランドさえ落ちれば、なんとでもなりそうな感じではあるかなと。まあ、ただ、なんだろうな、除去を引かれてると一番きついかな。このターンはね、11点入ってしまうんで、さあ、残り4点まで。ただ、浮きは何でもある。残虐、はい。どっちかな。タイタンかアトラクサかなんですが、まあ、さすがに、アトラクサでいいか。アトラクサでその、もがく出現とかも、またね、持ってこれると思うんで。で、ライフも、4あるんで、一応除去をトップされても、なんとかなる、場面ではありますね。
さあ、アトラクサオリアニから、アトラクサ、あ、除去もありますね。いいですね。まあ、さすがにこれは、もう大丈夫か。さて、インスタントタイミングの除去ありつつ、まあ、アトラクサをもう一回、ボスに落とすことも可能。で、第3の道の創設も引けているので、もう一回、リアリメイトすることもできますね。さあ、まあ、さすがに、何を引かれてても、大丈夫ではないかなと。さあ、保証トップ。うん。まあ、これは、ドローではなく、探検をしていく。これは通していいかな。トップは亀。まあ、亀は、うん、墓地ですね。さて、アトラクサが立っているので、もう殴れない状況。ここでさすがに取りようと。じじ。さあ、やっていきます。こちら後手。まあ、割といい感じの反動ですね。まあ、いたずら屋から入って、まあ、でっかいスペル引いても、ルーティングすることが可能と。で、まあ、全体除去もありますからね。さあ、相手は青白スロランドからスタート。業者を学っていきましょう。構えてきますね。うん。青白コントロールかな、これは。青白コンはね、ちょっと動きづらいんですが、まあ、ゆっくりとやっていきましょう。相手がまあ、その、隙を見せた瞬間に、コンボを決めていく、形になりますね。相手もね、なんていうか、まあ、放浪とかをね、出さないと、なかなかね、試合を決めることができないんで。さて、まあ、4マナ立ってるところに、動いていく形になりますね。さあ、いたずらや、まあ、カウンターは持ってると。はい、アトラクサは落ちたんですが、まあ、相手がこれ、カウンター持ってるんで、まあ、そこをどう、回避していくかですね。さあ、行司も通っていく。まあ、ここも、構えていきましょう。いたずら屋は出すか。まあ、一応クロックになるんで。まあ、意外とね、コントロール相手からすると、いやらしいクリーチャーですよね。フォロー、はい。まあ、フォローは、苦々しい勝利で、除去っていきましょう。タイタンはね、正直これ、素出しもあると思うんで、まあ、手札に残しておいたままで、いいかなと。さて、まあ相手も手札は潤沢ではありますが、お、珍しい。ファイル育成の進行。全除去これ完全に腐ると思いましたが、まあいい的ができましたね。さあまず殴ってから、全体除去を打っていきましょう。さて、でまあカウンターを構えられる前に行使ですね。さあもがく出現。引いてくる。いいですね。カウンターされても、これ創設でまた使い回せるんで。まあ、カウンター2段構えじゃないとっていう感じですね。お、殴ってくる。まあ、これで、ね、2段構えはできない状態ですね。さあ、ということで、まずは、もがく出現をアトラクサ対象で打っていきましょう。3マナ要求は回避できる状況。まあ、4マナ立ってたらね、難しいんですけど、2マナだと、はい。まあ、通っていくと。お、ここに除去打つ？アトラクサでこれ、もがく雪原引いたらもう一回行きますけどね。はい。さあ、ということで、これはもう一回、もがく雪原ですね。さあ、がっつりともらって、もう一回、リアにしていきましょう。さあ、さらにアトラクサを出していく。これ、ジンギタクシアス、まあ、投了ですね。じじ。まあ、相手はアヨシロコントロールということで、脅迫、リーア、否認入れて、あとは何を抜いていくか。
まあ、全体作業、まあ、今回は刺さりましたけど、基本的にはいらないカードではあるかなと。何を抜くか結構悩ましいですね。まあ、門はそこまで効かないので、まあ、毎ターン積み上げれば強いんですけど、まあ、相手国別とかも入ってるということで。あとは、まあ、考古学者をちょっとだけ抜いていきますか。うん。さあ、1本目勝って2試合目。これはまあ、キープしていいでしょう。さあ、相手はミシュラランドからスタート。こちらも、重宝していきましょう。土地はこれもらっておいていいですね。まあ、対コントロールは、まあ、マナ要求の土地もね、必要ということで、もらっていきましょう。さあ、いたずらや打っていく。止まってきてるんで、まあ、カウンターは持っていますが、まあ、カウンターはどんどんとね、使わせたいですね。書き消しも入ってる。なるほど。これ、カッパに加えて、書き消しっていう感じですかね。さあ、創設はもう、切削として打っていきましょう。特に、インスタントソーサリーは、墓地に落ちると。さて、4マナ目。ただ、この4ターン目何もできないの、ちょっと、怖いですが、整理、うん。このターン、ホールオーだと、結構、危うかったですね。さあ、4マナ2だろう。さて、まあ、あとは何かしらが墓地に落ちればという感じではありますが、さあここも構えてくる。まあちょっとこっちからは動けないですね。ホロを出してくれるとありがたいですが、ここは何もなし。お、それはねありがたいですね。はい、殴らせてから苦々しい勝利打っていきましょう。で、アトラクサを捨てることによって、はい、そうなんですよね。ジジ。よければチャンネル登録と高評価の方もよろしくお願いします。高評価が動画制作の励みになります。それでは、またね。